グレアム・オブリー、グレアム・オブリー、グレアム・オブリー、1965年9月11日体は、イギリスのオリックシャー出身のトラックレースに特化した自転車選手。特に自作の自転車で最大の栄誉の一つとされるアワーレコードの樹立を果たしたことで有名。スコットランドで育ったため、現役中はフライング・スコッツマンと呼ばれた。オブリーは、 過去に2度アワーレコードの記録を更新したほか、1993年7月17日、51.596km、1994年4月27日、52.713km、1993年と1995年に、世界選手権自転車競技大会の男子個人、追抜け競争で勝ちしている。彼の自転車は自作であり、 非常に独創的な形をしている。フロントフォークは片側のみ、フレームにはチューブが一本だけあり、通常のホリゾンタルフレームでは BB と後輪を直線的につなぐチェンステーが、クランクとの干渉を避けるために、斜め髪型から後輪とつながっている。またハンドルの位置は、通常より非常に近い奇妙な形状である。しかし、すべてが、 空気抵抗を軽減する工夫のために考案されたものであり、例えばトップチューブとダウンチューブを兼ねた一本だけのフレーム、全面、全三角と独特のチェーンステー、シートステー、あと三角を持つフレーム形状により極端に狭い、ボトムブラケット幅でもフレームにより両足のペダリングが妨げられず、また通常より極端に近いハンドル位置は両腕を、 曲げて、ハンルの上に、状態の全荷重をかけて伏せるような姿勢。タックポジション、オブリーポジションマーク1と呼ばれたを可能にした。自転車で高速走行をする上で最大の障壁は、空気抵抗であり、このタックポジションは、空気抵抗の軽減に非常に効果があった。またこの自転車に使われた材料も、非常にユニークで、 独特な形状のフレームとハンドルは子供用の自転車をもとに自宅のガレージで溶接を施して作られたほか、ベアリングには廃材で捨てられていた洗濯機の部品まで使われていた。これは空気抵抗の低減のために急ファクターを狭めるためには既存の BB 規格では不可能なため、より幅の狭い規格外の BB を独自に作るために、 洗濯機の薄く耐久性の高いベアリングが最適だったため、この独創的な自転車を彼はオールドフェイスフルと名付けていたが、これでフランチェスコ・モゼール以来破られることのなかったアワーレコードの更新に成功、また個人追抜け競争の世界選手権でも改良型のオールドフェイスフルが使われ優勝している。一方、フランチェスコ・モゼールもこの記録更新に刺激され、 オールドフェイスフルに類似したフレームとタックポジションを用いて自己記録を更新した。現在ではこのオールドフェイスフルで国際自転車競技連合 UCI 公認の競技に参加することはできない。しかし自転車の工学的な可能性に貢献した理由からエディンバラのスコットランド博館に保管展示されている。しかしオブリーの記録は1週間も経たない間に クリス・ボードマンが更新。さらに、UCI が使われる自転車の規定を変更。彼の独創的なスタイルは禁止されることとなる。さらにこの変更は明文化されていない状態でもあったので、彼が小児恋抜きの世界選手権開始の1時間前に、その変更の事実を知るということもあった。また同年彼の兄弟が死去、彼は総物に苦しむことになる。 このような四面疎下の状態を克服し、彼は新たなポジションを考案する。今度は腕をまっすぐ前方に伸ばすポジション、俗にスーパーマポジション、またはオブリーポジションマーク2と呼ばれるを考案、再び1994年4月27日にアワーレコード 52.713km をダッシュした。なおこの記録は同年9月2日に、 ミゲル・インドラインが 53.040km を出して更新している。2000年に UCI がアワーレコードを伝統的な、すなわち空力効率のために特化したエアロ形状になっていない形状のトラックレーサーで行うこととし、1972年のエディ・メルクスの記録以降の伝統的でない自転車によって作られた記録を全て抹消する措置を取ったため、 オブリーの記録も公式記録としては抹消されてしまった。後に UCI ベストヒューマンエフォートというアワーレコードとは別の分類で記録は認められている。しかし記録のための最新機材、風洞実験などを買う資金のないセミアマチュアの自転車選手ある彼が革新的な発想とそれを具現化させる努力を持ってアワーレコードの更新記録を樹立したという業績。 また前述のように伝統を尊ぶ UCI が課す、度重なるルール変更にもめげず、自転車の技術的可能性を追求した姿には、ファンだけでなく、他の自転車競技選手からの賞賛の声も多い。2003年に、自伝、フライング・スコッツマンを執筆。2006年には、ジョニー・リー・ミラー主演で同盟の題名。ただし、放題は、トップランナーで映画化されている。 2009年には自作の自転車と、オブリーポジションマーク2で、再び、アワーレコードに挑戦する予定だったが、資金メニや自転車と競技会場の相性問題から断念した。また現在では、ストリームライナーによる h p v の記録更新を狙うとともに、自分と同じように打つに苦しむ人間向けの本を、執筆しているという。2011年1月31日付のスコティッシュ。 三史上で自らが同性愛者、ゲイであるがゆえに双極性障害に苦しめられていたことを告白した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。